させていただきまして、今日はお招きしまして、今日皆さんにお届けしたいと思ってお呼びいたしました。去年一緒にさせていただいた次の日が聖子ちゃん、本物の聖子ちゃんのコンサートが外資ホールでありまして、で行ったんですよ。そしたらなんかだんだんなんか沙織さん見えてくるんですよ。あれ、なんか昨日見たみたいな、なんかデジャブみたいな、あ、ごめんなさい、なんかあれと思って、そういうの、そのぐらいなんかもう本当に聖子ちゃん愛にあふれた宇佐田聖子さん の, 演奏を皆さんにお届けしたくて、今日本当にやっと今日来たなって感じで、今日はどうもよろしくお願いします。
ますか、宇曽田聖子と申します。ありがとうございます。まあ、皆さんもみんな元気、素晴らしいパワーでございますね。ありがとうございます。こんな真っ昼間からね、福井といったらね、お魚も美味しいですし、あの名物のソースカツのヨーロッパ県さんでいただいてきました。とっても美味しかったです。でね、私あのソースカツのって言ったら長野の駒ヶ根だと思ったんですよ。でも福井なんですね、元祖は。え、違うの？え、ソースカツのの元祖は福井ですよね。間違いですね。はい、とっても美味しかったです。ありがとうございます。で、私ですね、今日あの一晩泊まって、また明日ね、美味しい福井のグルメを食べて帰りたいんですけども、せっかく福井に来たなら、なになに食べね、さあ何でしょう、合ってる、福井弁食べねって合ってる、おろしそば、え、おろしそば、おろしそば、あ、福井そばね、はい、福いいと思う、はい、福満、福満、サバエで売り出したあの肉満、サバエの肉満を福満って言うんですね。食べたい、中に何が入ってるんですか。普通の肉まんできてる。普通の肉まんね、分かったわ。さあ、そこで食べてみようかしら。ありがとうございます。はい、ですね、先ほどご紹介ありましたけれども、昨年の9月に共通のお友達をね、通じてまして、名古屋の方で対談させていただきまして、今日はね、福井の方に来させていただきまして、本当に嬉しく思っております。ですね、全く季節が違うんですけれども、いいよ、カルタツニです、どうぞ。
ちゃいましたね。ね、なんでこの曲持っているんだっけ。なんだっけ。まあいいわ。はい、すみません、どうもありがとうございます。皆さん、こちらはあのお酒、美味しいお酒たっぷりあるのかしら。飲んでらっしゃいますね。皆さん飲んでらっしゃる。お酒たくさん飲んでくださいね。飲んで飲んで酔っ払ってくると、だんだん私が本物の町屋さんに見えてくるから、なんでこれ好きなの。どう見えてきた、大丈夫。まだまだ見えてきた。皆さん優しいわ。あ、これあの先輩だったね、今ね。滑りました。はい、ありがとうございます。ではですね、次はあのバラードの曲ね、2曲続けていきたいと思います。まずは瞳屋で、
ピアノ担当です。ゆうこりん。ダメだよ、ダメだよ。私より目立つ前に。ダメよ、ダメよ。ゆうこりん。はい、ではベースです。ポーリーです。ポーリー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 。ではドラムいきましょう。モリンゴです。言ったって言ったさ、こちらのモリンゴさんとヒルコリさんはご夫婦でございます。ではコーラス隊参りましょう。ウソダエンジェルスと言います。なんかおかしい。最高。ありがとうございます。はい、パーカッションやりながらねコーラスやってくださるみーちゃんです。普段はソウルとかねゴリゴリに歌っております。スーパーボーカリストコズーです。ぜひね一度生に行ってもらって彼女のね歌を聴いてもらいたいわ。ぜひあのピーブルズっていうソウルバンドやってます。どうなるの YouTube とか。インスタがある。インスタがある。ピーブルズって検索する。ピーブルズね検索すると動画見れる。なんかしらある。ちょっとだけのやつが。うん、じゃあまたたくさんあげといて。はい、ではいただきましょうか。いつどこです。いつどこってなんか面白い名前ですよね。いつでもどこでも誰とでも結構癒やしです、ね。はい、ではシンセ担当ですね。キーアンと言います。キーアン、よろしくお願いします。で、ね、皆さん名古屋にいらっしゃったことはございますかしら。来たことある人。あ、結構いらっしゃいますね。どこ行きました。きしめん食べた。名物だもんね。名古屋いっぱいあるよね。味噌煮込みとか、味噌カツだったりとか、手羽先とか、まあ塩分の多いね体に悪いものからね、ひつまぶしね。名古屋出身です。名古屋出身ってどうだった、はい、あ、そうなの。どちらにいらっしゃいますか。本当は岐阜なんです。本当は岐阜。今のは岐阜ね。名古屋って言いますよね。何名古屋って言いますよね。一宮は名古屋だね。名古屋です。
でも岐阜って言わなかった？岐阜は名古屋じゃないよ。名古屋の植民地。名古屋の植民地。そうなんだ、初めて知った。植民地って言葉も久しぶりだけど。ねえ、植民地って聞いてみたからね。名古屋の植民地だったって怒られるわ。はい、じゃあ後半戦行きましょうか。はい、では松田聖子ちゃんのデビュー曲と言ったら、今日聖子ちゃんに似てるでしょ。みんな好きじゃないの？裸足と何？裸ちゃん、裸の裸の季節参りましょう。Yeah.
福井にお呼び手だった時はカニの美味しい時期にね、ぜひお願いしますね。今何もありませんね。せっかくだから食べたいよね、いつでもとかね、うん、ぜひ冬にまた呼んでください。リミさんお願いします。Keep on moving.
ないと思ってなかったのでリハでやったんですけどね。じゃあ行きましょうか。本当に皆さんどうもありがとう。